今回はロペライオチャンネルでは初登場となります、はい、ぶっちゃけファクトリーでおなじみの池内イゴルさんに登場していただきまして、イゴルさんの愛車ダッチチャレンジャーですか、こちらは。はい、セイカって水がこう、まあ、穴が開いてるんで水が入るんですよね、うん、はいはい、で水が入った時にこのままここを穴開いてるんですけど、ここから水が排気されるんですよ、うん、これ手作りで作って。手作りで作ったの？そうそうそう、今までアクセル全開もしたことないんで。あ、そうなんだ、はい、奥まで踏んだことないです。本当にもうスピン仕掛けるんで。同期の友達はさ、みんな1級整備士とる。いや、最初は2級で入るじゃないですか。で、そこから1級、1回2級でみんな取って、で、もう2年あの学校行ったら1級取るんですけど、そこでだいたい7割ぐらい消えます。あ、そんなに。で、3割ぐらいしか1級取ろうとしないで、で、その中でも受かるのが半分ぐらいしか。あー、結構大変なんだ、やっぱり。大変、もう人生で一番勉強しました。そう、はい、一番勉強しました。でもなんでうちに入ったの？そもそもディーラーとか一つのメーカーしかやらないっていうのが僕多分向いてないんですよ、飽きちゃう。いろんな車を触りたい、いろんな車の個性とかそういうの知りたいみたいな、そういうのがあって、で、まあもちろんテレビで見たっていうのもそうですし、あのトンネルもそうですし、そう、取り扱ってる車のジャンルとかも触ってみたい車いっぱいありますし、そう、まあ、意外とそんなに使うとこないんですけどね、1級の知識を整備してて、はい、で具体的にどういうことが1級と2級の違いなの？一番違うのは電装系ですね。要は電気に詳しくなる。1級だとあのキャン通信とか、なんかあの聞いたことないかもしれないですけど、ちょっと普通のプラスマイナスではなくて、うん、なんか複雑化されたのがあるんですよ、うん、そういうのをしっかり学んだりだとか、そう、ちょっと一歩上のグレードで学ぶ。でも実はこの前、うん、ここのものが壊れて、うん、開かなくなったんですよ、アクチュエーターが、はい、で、あの見積もりをして、で、まあ、アメ車って大体安いんですよ、うん、部品が。そこがいいとこなんですけど、うんうん、それで見積もりしたら4万円して、うわ高いと思って、純正4万円かと思って、でいろいろネット調べたらアマゾンで売ってるらしくて、アマゾンで調べたんですよ、うん、そしたら送料込み3500円。マジで純正4万円するものがアマゾンで3500円で買えちゃうっていう。え、アマゾンでちゃんとできるの？そので、アマゾンであの海外から送料無料で発送してくれるんですよ、全く同じもので。全く同じものが、要はちゃんと正義の刻印があるかないかぐらいな感じ。あ、そうそうそう、それが4万円になるものが3500円で買えちゃうっていう、それがアメ車のいいところ、ね、まさにぶっちゃけファクトリーってやつ、ね、そうです、はい、でちゃんと大丈夫なんでしょ、使えるで。あ、でもそれを見積もりはしたんですけど、うん、結局自分で開けて、うん、モーターいじったら直ったんで、うん、そのまま戻したんです。なんで交換はしてないです。へえ、はい、メンテナンスする前にまずアマゾンで調べてみるっていうのが大事なんだね。OK です、はい、エンジンを切ってリモコンで、はい、できるんですよ、ね、これは自分で。これはアメリカで出てる、うん、あのダッチ用のコーディングみたいなのも出てて、うん、で例えばメーターを SRT にしたりとかいろいろできるんですけど、そこに純正の隠しコマンドなのか、それともそれを作った人が付け足したのか分かんないんですけど、ライトショー、ライトショーっていう項目があって、なんだこれと思ってやってみたら、テスラみたいにモデル X のそうライトショーがしてて、え、こんなのあるんだと思って、そう、できるんですよ一応。じゃあちょっとそれから今からやりますので、はい、ぜひ皆さんお楽しみください。これで2回押してからロックの、おお、これ音楽は流れないの？音楽流れないですよ。ただ何種類か、後ろもこれチカチカしてるんですけど。へえ。これ一パターンで。うん。ちょっと待ってね。はい、後ろはこのまずこのパターン。はい。で、もう一回押すと。ええ。そうなんだ。ええー、これ結構知らない人も多い。ね、普通にあの遊び心みたいな。へえ、はい、でもう一回押すと、あーこれでなんかさ、クラブとか行きたいね。本当ですよね。へい、そうそうそう、コードを走れない、めっちゃ変さーって言いながらやるわけでしょ。
あともう1種類ぐらいかな多分。おー、まあ、すごいね。横から流れるみたいな。これちょっと後で撮らして、あのスマホで。はい、うん。こういうのがあるんですよね。で、あとこれか、最後に。なんか。で、鍵閉めるを押すと、消える。いいね。これ、あといじりたいところとかあるの？いやー、でも正直、もう満足してて。あ、そう。はい。3年乗ってまだ乗り換えは考えてない？いや、ちょっと考えてるんですよね、最近。そう、乗り換え、うん、まあ、僕趣味で、うん、その山、うん、山行くというか、山梨最近山梨じゃない最近あのマイナーな趣味かもしれないですけど、うん、サバゲーめちゃくちゃハマってるんですよ。前うちでもやったね。やりましたよね、うん、貸し切りで、うんうん、そう、あの時は全く興味なかったんですけど、うん、僕もともとスノボーとかサーフィンとか好きなんですよ、うん、で、あの行ってたんですけど、うん、もう遠いなっていうので、場所が、はいはい、山まで行くのも、うん、海まで行くのも遠いなっていうので、うん、近場でやれる趣味ないかなって思ってサバゲー始めて、うん、めちゃくちゃ今サバゲーハマってるんですよ。へー。で、この車でそういうとこ行くってなると、まあ、荒いところとか行くので、うん、あの SUVに乗り換えようかなとか、あの利便性のある車に乗り換えようかなって。山行くと どういう感じになるのこれも。あ、いや、まあ、辛いですよ。もうスピード出さないですもん。ゆっくり行きながら溝を避けてって、でホイールがもう薄すぎるんで、もうなるべく大きい岩とかあの水ころを避けながら。やっぱ傷つくのが心配でっていうこと？そうですね、ホイール傷ついちゃうんで。実際行けないことはないんでしょ。でもあとは腹下がどうかなって感じですかね。はい、踏切はやばいです。うーん、踏切は一回もうあの亀さんになりかけたことあるんで。本当、はい、勢いでブンって出たんですけど、はい、結構あのホイールベースが長いんで、車高低くてさらにホイールとあの遠いので、前と後ろが。よくね、マイバッハ62とかね、ファントムロングとかね、はい、なりやすいとかって言うけど。そうですね、それと似たような感覚かもしれない、これ今3年間所有して、はい、あのまあ、自分でメンテナンスできるっていうところもあるけど、はい、一番かかったなんか修理費用、一番かかったその辺はどう？でも本当に何もかも安いんで、ウォーターポンプは、うん、4万円ちょっとぐらいなんですよ。あ、でハウジングというか、なんだろう、あのウォーターポンプが周りのカバーとかついてて結構大きいんで、多分普通にそれがベンツとか、あのアウディ、BM とかだと多分10万円ぐらいすると思うんですよね。それが4万円ぐらいで買えてるので、それも結構安いですし、あとパッドとローターフロント変えてるんですよ。あの買った時にブレーキジャダーが起きてて、でこういう高速、まあ、大体100キロ前後でブレーキ踏むとちょっとこうガタガタガタってなってて、はい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 、ホイールのバランス取れてないのかなと思ってホイールもやったんですけど直らなかったんで、うん、まさかローター歪んでるのかなと思ってローターとパッド見積もりしたんですよ、うん、したらあのローター2枚とパッド、うん、あの左右セットで2万円ちょっとなんですよ。それでちゃんとした性能なんで、あのモパーではないんですけど、うん、AC デルコっていう、まあ、純正車外みたいなのがあるんですけど、そこのものでもその値段なんで、全然メンテナンスすることがあってもお金はそんなにかからないっていう。そうなんだ、はい、でもさ、買った時はいくら？3万キロぐらい？2万6000キロかな、はい、っていうことでさ、ジャダーが出るっていうことはもしかしたらさ、はい、もうちょっと走ってるっていう可能性もなきにしても赤くじゃない？いや、でもこの年式は多分改ざんするの難しいんじゃないですかね。そうなんだ、はい、多分僕はもう288キロマックス今まで出してるじゃないですかまあ確かに、ね、でジャダーって大体こう熱ブレーキを踏んだり離したりでこう熱持たせた時にこう歪むことがあるんですよね。なんでそういうスポーツ走行したんじゃないのかなっていう予想ですね。はい、288はなかなか来てるよね。いや本当ですよね、うん、そんなどこで出したのっていうあれですけど、
それ何月何日に出したところまで出ないの？あ、は出ないですね。今までこの車がこのメーターが針が行ったところの記録が残ってる、うん、コンピューター当ててもそういうの分かんない。あ、てかこの車ってやっぱコンピューター当てるの？当てられますけど、うん、あのうちの工場があんまアメ車に特化したテスターがないので、はいはい、見れる項目はちょっと少ないかもしれないです。うーん、めっちゃ喋んないですか俺。聞かれたらめっちゃ喋っちゃうんですよね。いやいや最高だよ。あー、いい音だね。あー、でも抜いた時にパバーンっていうのはこの速度だとないね。あんまないですね、はい。運転手より周りの人の方が結構音聞こえるんだろうね、これは。あ、そうですね、はい。なるほど。あのパラパラっていうのは、うん、メカニック目線で言うと、うん、あの本当はいいことじゃないんですよ。そうだよね、はい、あれって不完全燃焼でパラパラってなってるんで、うん、逆に今このスピードでならないっていうのは逆にいいことなんですよね。そう、であの低速の時になるのはまあしょうがないぐらいかなっていうあれなんで、うん、今あえてそういうなんかね音を鳴らしてる感じもあるんだけど、はい、でも前ちょっと古いフェラーリを乗った時に、はい、あのアフターファイヤーみたいな音がバーンってして、はいはいはい、うわーすげーとかって興奮してたんだけど、はい、あれは不完全燃焼だったっていう話。そうですね、はい、見た目はかっこいいけどエンジンには良くないですね。あれ不完全燃焼になっちゃったらどうしたらいいの？あの要は燃焼が合ってないんで、うん、はい、そこはまあ、あの入庫しないとダメ。そうですね、はい、あんまりひどいようだとちょっと燃焼疑った方がいいかなっていう。そうなんだ、はい、あんまりなりすぎると今度逆に故障になったりするのかな。あの汚れがたまるんですよね。うーん、で、まあ、もうあの本当びっくりしたのが、うん、うちの渡辺くんが古いカモロを買ったじゃないですか、うんうんうん、あれうち整備で入ってたんですよ、うん、でまあエンジンかかんないんですよ、古すぎるんで。本当にクランキングめちゃくちゃしないとエンジンかかんないんで、うん、ただエンジンかかんないけどクランキングしてると不完全燃焼で燃料がマフラーに溜まってくんですよね、うん、で溜まってって何回もやったところでやっとかかるってなるじゃないですか、うん、エンジンかかった瞬間マフラーに溜まってた未完全の燃料が爆発してもう半端ない音と、うん、もうあの砂利中なんで砂利が全部消えたんですよ、うん、下のマジでガーンっていって爆発じゃん。そうそう、もう耳キーンみたいになって、それでやっとエンジンかかったんですけど。そういうこともあるんで、もう絶対いいことではないですね。でも今の車はマフラーでそういう風にさせてるんでしょ。なんか今はまあ触媒がしっかりしてるんで、うん、はい、そういうのはないんですけど。そうしかしこのブラインドスポットの感度がすごく、はい、なんか高いね。高いです ね、はい、すぐ鳴るね。そうです、音楽とか聴いてるともうシャットダウンされるんで。あ、そうなんだ。こっち優先でペーペーって言って。これオフにできる？オフにはできないかな、多分、はい、安全上。これだけなんか頻繁になるとちょっとあれだ ね、 そうすね、まあ、もっともっと安全に乗りましょうっていう、ね、まあ、そうですね、余裕持って車線変更しましょうみたいな、うん、まあ多分日本だからっていうのもあるじゃないですか。アメリカだとそもそもめちゃくちゃ広いんで。そうだね、そんなに車が近いってことがないんで。いやでも面白いね、この車は。攻めの車だね。攻めの車ですね、はい、どうぞよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。はい、 OK、 はい、これで OK。 でもこう電源切ってもらって。いやいいね、いい感じだったね。さすがだね。とんでもない。ニスモが楽しみだ、どうなるのか。でもね、本当 GTR に関しては知識ないんで、本当なんかニスモのスペシャルエディションだからっていうよりかは、もうニスモこうなんだみたいな感覚になっちゃうと思うんですけど。なるほど。